出雲伊波比神社は、埼玉県入間郡諸山町に鎮座する神社。旧社格は豪社。式内商社、出雲伊波比神社の論社の一つ。埼玉県内で唯一ヤブサメが、毎年奉納される。創建について、社殿では、慶光天皇53年に、日本穂高が天皇より可視された穂を奉納して、大名虫の命を祀った後、 生武天皇の第二武蔵国作りが雨の保費を合資して出雲いはひかみとしたとされる。奈良時代の法起三年に官兵者として平白を受けた記録が大城官府にある。平安時代の縁起式神明帳では入間軍鎮座五社の筆頭とされた。現在の社殿は大英七年の消失翌年に再建されたものである。本殿当社のヤブサは公平六年に 源義家が奉納したものが発祥とされる。2010年代現在では、春秋の2回開催されるが、春は7歳未満の男児が騎乗して一度だけ矢を入る、儀式を行うものである。本格的な騎者が実施されるのは、秋の本祭りで、こちらは15歳程度の少年が騎乗し、3頭の馬による3回の騎者が行われる。開催日時、 毎年11月3日2016年に、境内に、多くのの猫が住みつき、問題になっていると報じられた。郵便番号35000465埼玉県、入間郡諸山町、岩井西五丁目 17-1ABCDE 図も、伊波比神社諸山町ウェブサイト文化、遺産オンラインハット ABCE ズ伊波比神社の、やぶさめ諸山町パンフレット、猫神社で、 悲鳴、諸山の重要文化財新社、増えた猫が爪とギエさやめて。2016年11月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年5月21日閲覧。ありがとうございます。